東京の皆さん、こんにちは。私は栗田病院の重度認知症デイケアで勤務しております作業療法士の松本と申します。今回は当院での認知症の方に対する作業療法についてお話しします。当院では認知症治療病棟、重度認知症デイケアのほかに介護保険での認知症専門のデイサービスを展開しており、幅広く認知症の方とそのご家族様を支援しています。現在 OT は認知症治療病棟に2名と重度認知症デイケアに3名配置され、レクリエーションや各種アクティビティをはじめ ADL 訓練や身体的なリハビリテーションなど OT の専門性を最大限に発揮し、認知症の方へのリハビリを行っています。認知症の方へのリハビリに興味のある方、ぜひ一緒に働きましょう。病院見学会も実施しています。詳しくはホームページをご覧ください。お待ちしています。